fasten your seatbelts. Fasten your seatbelts and go into action. Just listen. Then you decide where we go. Go. 79.5. Mac 5. The Nutty Radio Show. The Nutty Radio Show. Come on. ナックバイブザナティレディオショー鬼玉月曜日バカボン鬼塚と、はい、乃木坂46の斉藤優里でお送りしております。はい、さあここで本日のスペシャルゲスト、久しぶりでございます、声優アーティストの水木奈々さんです。こんばんは、水木奈々です、よろしくお願いします。はい、もうな奈々ちゃん、はい、バカボンさん、あの来ましたよ。前回、はい、2012年の12月なんですよ。 そんなに空いてたとは私思ってなくて、うん、もう会いたかったね。本当ですよ。これ何これ。いや、奈々ちゃん来ないなと思って、はいはいはい、ちょっとね僕、はい、あの早く来てほしいなと思って、ね、本当ですか。いや本当に私もその思いでいっぱいでしたよ。あら、いやもう本当に、はい、あの久しぶりじゃないですか、はい、でも本当に全然変わんないんですよ。バカボンさんこそ全然変わんないですからね。ちょっとなんかさっきからお二人ずっとその話ばっかり始まる前から永遠に言ってるんですよ。そうなんですよ、あのもう15周年ですよね。はいはい、そう、歌手デビュー15周年、歌手デビュー15周年のメモリアルイヤーということで、はいはい、来ていた15年ですか。そうですよ、だってその頃をバカボンさん知ってますからね。私の二十歳ですよその時。私、あ、そうか、はい、そう、わわわわわ、そうなんです。声優としては17歳でデビューしてたので。そうなんです、はい、すごいねー、あ、三島さんも変わんないしね、本当に偉くなりました。プロデューサーの三島さんも変わんない、はい、そうです、あのその時も一緒に仕事してたんです。そうです、そうです、そうなんです、はい、だからもう嬉しくなっちゃうんですよバカボンさんに会えると。私そうそう、昔のね、もうその時にガーッと一気に戻るので、あのね、うん、やっぱ僕ねすげえなと思ったのが、はい、その時やってた、一緒に番組やってたんですけど、はいはい、番組やってて、これ何度も言ってるんですけど、たまにねイベントやってたんですよ。はい、ありましたね、ホール借りて、はい、イベントをやっていて、うんうん、で、まあ、お客さん入れて、はい、みんなあの声優さんですから、はい、持ち歌があって、うんうんうん、でまあまあまあなんかちょっと人騒ぎした後に最後こう持ち歌を1曲ずつこうって歌ってくんですけど、うん、はい、もう決してモニター状況とかいい状況じゃないんですよ。イベントホールだったり公民館みたいなとこだったり、うん、市民会館みたいのもあるんだけれども、うん、まあ、そこまでね、うん、音施設がなかなかしっかりしてない中で、うん、もうほぼメドレーで歌ってくんですよ。ボーンと出てきて、うんうん、歌って歌い終わったらありがとうございましたって引っ込んで次の子が出てきてみたいな。そうですね、パッパッパって人数も多かったです。人数も多かったから次から次へと来て、でドーンって音が流れて、もちろんあのねバンドじゃなくてカラオケで、うん、次々に歌ってくんですよね、うん、大勢いたから、ま、でね、奈々ちゃんがね、僕リハーサル見ててね驚いたのね、もう本当にあのモニターがすごく悪い状況なのに完全にあのピッチ合ってんですよでそれに驚いて、もう本当いや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 、これはどういうことだみたいなちょっと戸惑っちゃったんですか。いやいやいや、もう、あ、もうもうそれに驚いてですか、当たり前のようにピッチがバキって合うんですよで僕その後ステージに立つから分かるんですけど、モニター状況非常に悪いんですよ。回っちゃったり、だから、そうですね、どれだけ耳いいんだよみたいないや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 、まだまだでございます。いやすごかったですよそっからです。だから多分この子どんな状況でも歌えるなってあの時思った。どんなでかいとこに行っても、うん、どんなちっちゃいとこでも外でも絶対大丈夫、合わせられる、だって一回骨伝導で歌ったことありますよ骨伝導、いや、イヤホンが全然もう音がもう全く分かんなくなった、音がもう調子悪くて何にもならなくなっちゃった時があって、大きい会場で代々木第一体育館ですね、はいはい、その時にもう骨伝導だけで歌うしかないみたいな状況だったことあります。もうあとはもう絶対 CD 音感みたいなあるじゃないですか。ありますね、自分でこの歌はこのピッチで出るって、どんなに転調してもここだっていうのを勘で歌うみたいな時ありますよすごいね
骨伝導初めて聞いたな。さすがにそんなところでは。いや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 、だからもうかなりですね。だからそこら辺ももう最初に。でもデビューした時と気持ち的にはどうなんですか、歌手デビューした時と15年経って今と。私の中ではずっと変わってないと思ってるんですけど、もちろんこう考え方とかあの環境とかいろいろこう成長していく部分っていうのはあると思うんですけど、核は変わらないですよね、やっぱり、ね、やっぱ基本的な部分って変わらないよね。だから15年は経ってて、メモリアルイヤーだからいろいろやるんだけれども、でもそのね15年に花開くもう状態の種はもう15年前にあって、でしっかりそこで根付いてるからこその15年ですよね。ありがとうございます、ね、もう本当いろんな人に育ててもらったって感じです。でもやっぱねそこがね、あの水木奈々さんのいいところでね、アルバムでちゃんとしっかり初期の段階から、結構自分の音楽ってしっかりしてましたよね。はい、多分ねファーストかセカンドでももう今のこの、まあもちろんあの音的にも豪華にはなってるんですけれども、あのこの路線でしたよね。はい、そうです。あ、嬉しいです。そうなんですよ、ね、もうそこからあるんです。最初から、はい、そう最初からこれだったんですよ、ずっと決まってたんですね。そうそう、だから本当、あのいわゆる水着奈々ブランドなんですよ、サウンド的にも。多分それね、プロデューサーの三島さんもね一番分かってんじゃねえかなって思うんですよね。なんかのインタビューで見ましたよ、やっぱこの三島さん、はい、やっぱこうね、そうなんです、ちゃんとこう最初初期の段階から見てくれて。そうです、本当にこう育てていくっていうことを、そのなんて言うんでしょう、バンといきなりこう売れせんみたいな感じではなくて、ちゃんとこの子に合う音楽で、みんなが求める音楽ってなんだろうっていうことをちゃんと分析して育てて考えていくっていう、コツコツでやっていくっていうことをいつも三島さんはやってました。そうそう、あのそうなんですよ、あの三島っちはね三島っちはね、あの そうなんですよ、外にいる人のことをずっと考えてあの番組やってる時もそうで、やっぱあの基本的になんかこの外のイメージ、その当時って多分あの声優さんの大何時かのブームだったんですよ。そうですね、そうなんだ。だからやっぱりこの、なんていうの、周りが求めるものと、やっぱりこの何声優さんたちがやるもののギャップが生まれる時代で、そうですね、ね、みんなが求めるからそれに対して合わせちゃうと、でも一般的な人が、あのその声優さんのラジオとか聞くと全くついていけないっていう、だからそうそう、ファンは大喜びなんだけどそれ以外を取り込めないっていう状況になってた時に、その番組やる時に、あの三島っちは番組プロデューサーで、あのあれなんですよ、あの好きにやりましょうって、だからその、要はその声優さんの、そのファンに向けてじゃなくて一般の人が聞いて分かるラジオやりましょうよって言ったのは三島ちですよ。そういう風にあの、だから奈々ちゃんも育てていきたいし、すごいバラエティー豊かな番組でしたよね。もう本当に瞬発力と、あとすごいもう応用能力っていうのがすごい問われる番組で、まるでこう芸人さんを育成するかのような。だって大喜利とかしょっちゅうやってたし、そうなんですか、で自分たちでプロデュースしていろんな企画とか、あとドラマを作ったりとか、そうそう、いろんなことやりましたよね。いろんなことやって、あのあれなんですよ、その当時ってメールじゃなくてハガキなんですけど、あのハガキのハガキの選定俺やったんですよ。そうですね、そうそう、だから今だから言いますよ、これ15年ぐらい経ってるから言いますけど、あの要はハガキに全く僕が分かんないこと書いてくるんですよ。だから例えばね、奈々ちゃんの別の場所のイベントねの様子が書かれてて、ね、このね新曲のあれが良かったとかっていう感想書いてあるんですけど、それどんどん外してたんですよ。分からないから通りでそういうメールないと思いました。でしょ、本当に、こうなのでこう一般の方、今チャンネル合わせた方とか声優さん、こ出てる声優さんのこと何の情報も知らない方がパッて飛び込んできてもらえるような内容のおはがきだけ、すごいですね、それだけ読むみたいな。そうです、そうです、だからアニメの作品についての語ったこと一度もないし、まあ大勢いたから、まあ一人一人こうピックアップしちゃうとえらいことになっちゃうんで、そういうの全部排除したんですよ。純粋な普通の感想、普段何や
やってるんですかとか、うん、あの好きな食べ物なんですかとか、うんうんうん、そういうのしか採用しなかった、今だからぶっちゃけますけどいやでもそうでしたね、思い出したら冷や汗出てきたよくやってたな俺本当にいやでもそこですごい鍛えられましたもん私、あでもね、もうバカボンさんの、はい、こうやっぱりその時のいろいろ教えが今の私を作っていて、そうそう、で実は私、あのこの間ラジオ の、 あの講習会みたいなのを初めて講師としてやらせていただいたことがあって、しかもそれは、あの一般の方向けじゃなくて、はいはい、ラジオ界のでお勤めの方向け、ディレクターさんとかに向けての講習会をやったんです。でそれでバカボンさんの話しました。なんか冷や汗出てきました、冷や汗が出てきましたよもう私も初めての経験で何を喋ればいいんだろうと思ったんですけど、その時の教えで、そのやっぱりその私のことを知らない方にもちゃんとものを伝えられるようにおしゃべりをしなきゃと思って、それで実はそれはバカボンさんから教えてもらったことでって言って、これすごいのが、だからその後ナナちゃんね、あの、AM とかでレギュラー番組持つでしょ、はい、僕いちいちチェックしてたんですよ番組終わった後。そうなんでそれがすごい嬉しくて、いちいちチェックしてたんですよ。そしたらね、やっぱね、他と違う、だからもう、あの普通のパーソナリティさんが喋ってるような番組になってて勝手にね、そうそう、これ何の番組だろうなって打ち合わせの時偶然聞いたんですけど、何の番組だろうなと思ってずっと聞いてたら、途中から水木奈々のになって、はい、あ、奈々ちゃんだと思ったらナチュラルな喋り方をしてるから全部入ってくるんですよ。嬉しい、ありがとうございます。途中からキコが何だろうがその情報、うん、で今度アニメのこれをやりますっていうのもちゃんと普通の言葉で伝えてくれるから、うん、早口でバーッと高速に喋るわけじゃないの で、うん、でそのキャラクターでも喋らないし、うん、自分自身 の言葉で喋るからすっごく入ってきてね、嬉しいです、よかったよかったと思って、本当にありがとうございます、ね、なんかそんな話してるととんでもない時間になってしまいますがはい、はい、とにかくですよ、はい、ちょっとあのあれです、あ、勝負、え、何、最近のネタ聞いたら何ですか、勝負飯の第2位大好きなとんかつを食べてきたこれ何ですかしかも第2位っていう、そう、いや今日はここに来るっていうことで気合い入れなきゃと思って勝負飯の第2位のとんかつを食べてきました。なんで第2位、勝負飯第1位は何ですか。カレーです。カレーこだわってますか。こだわってます、欧風カレーが大好きです。あ、欧風カレーのライブ前とか食べるんですよ。へえ、カレーを食べる、はい、必ず決まったメーカーですかのことが多いですね。ことが多いんだ、はい、へえ、それはまあさすがにちょっとは言えないでしょうからねなんかこれね、いろいろあるでしょうからね、まあ、まあそれ後で、あ、そうだ、それも忘れてたよ、ついディレクターに今言われて思い出しましたが、はい、この番組あのまあ3年前ですよね、はい、そうです、出てる時も変わってないんですけど、うんうん、マイクの前でなんかポンって言いますと、はい、そこに返答が返ってくるシステムになってるんですけど、はい、なんかこう決めたいことだったり、はい、教えてほしいことありますか。そうですね、今年の12月6日に、うん、私歌手デビュー15周年を迎えるので、おめでとうございます、ありがとうございます。その12月6日に何をやればいいかな、ちょうど日曜日なんですよ。あ、そっか、はい、日曜日、そうなんです、だから、ね、皆さんにこんなことやったらいいんじゃないっていうことをぜひちょっと聞きたいなって思っています。これどう、これはね、どうだろうね、難しいな、なんだろうな、まあ、もちろんこのライブ的なものはやってほしいっていうのはファンは思うでしょうけれども、はいはい、まあ、それ以外に何かこういうことやったら面白いんじゃないとか、ああ、こういうの見てみたいよっていうのがあったら、ああ、ぜひ教えてもらいたいなと思って。これはちょっと可能な限りやるんですか。はい、もちろんです。可能な限りやるんですか。今からでも準備します。すげえ、あと1ヶ月もないですけど。そうかそうか、やれそうなことだったらやるかもしれない、はい、っていう、ぜひ、そうか、12月の6日です、6日ですね、はい、12月6日、はい、歌手デビュー15周年迎えます、その日に日曜日何をやったら We rock the dance こっちの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 だけどこっちと見せかけてこっちもこっちじゃなくこっち、イエーイ、歯切れ悪いな、歯切れ悪い、歯切れ悪いって決まりましたね。そうなんです、すいません本当にね、ちょっと皆さん考えてくれると思います、はい、さあそんな水木奈々さん、あさって11月11日水曜日に11枚目のアルバム、はい、
狙いましたね。はい、もう三島さんのここしかないでしょうって言って決めました。すごい。プロデュース、名プロデューサーが、はい、そうなんです、スマッシングアンセムズ、はい、これをリリースということになります。狙ってまいりました。はい、まあ聞きどころちょっと聞いてみますか。聞きどころは、はい、一歩大人になった水木を感じてもらえるアルバムになってると思います。あの、はい、全体的にあれなんですよね、なんかさっきも言ってましたけど、はい、なんかヨーロッパ風というか欧風というかなんですけど、着てるものはちょっと和っぽく見えませんか。見える。あのコルセットが帯風になってたりだとか、本当だ、縦襟になってたりだとか、はいはいはい、ちょっと合わせっぽくなってたりとか、はい、その和洋折衷な感じ、その融合がテーマだったんで、この、なるほどなるほど、はい、で今までこう私が生まれてからデビューするまでにこう、うん、吸収してきた音楽って演歌とか歌謡曲で、水木奈々としてデビューして触れてきた音楽ってロックとか、はい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 、すごくシンフォニックなものとか、はい、デジタルサウンドとか、そういうものを一気に融合させたらどうなるのかなというコンセプトだったので、洋風だけど和風なものがあったりとか、あえて漁港に立ってる写真ですごいちょっとボヘミアン調の格好してたりとか、びっくりした、あのボヘミアン調のこの頭にねそうこう巻いて、そうなんです、だから一見親ってギャップのあるものというか、ちょっとイレギュラーなものが合わさるっていう、また新しいものが生まれるんじゃないかっていうことを実はテーマにしていて、曲の中でも、なので今までのこうちょっとハイスピードで畳みかけてっていう音楽よりも、ちゃんとこうあのスローテンポで聴かせるっていうような音楽が多く今回収録されて、今回はそこに行ってるわけですね、はい、そうなんです、はい、いやでもあのいろいろやってきて、そこら辺がこう混ざり合って、はい、一つの形になってるんですけど、はい、多分だけどご本人は多分無意識でもう混ぜてるよ、はい、あ、まあそうなんです、これまでも混ぜてきたんですけど、それがより明確になっていくっていうか、ブラッシュアップされてきたというか、なるほど、より分かりやすく、分かりやすくね、はいはい、あの足し算的なことだけやるんじゃなくて、うんうん、その中に引き算も覚えてっていうことですよね。そうですね、今まではもう全部乗せてちょうだいみたいな感じすごいんですだったんですけど、ね、持って持ってちょうだいみたいなものもそうじゃなくて、やっぱり醤油ラーメンは海苔とチャーシューだけで食べたいねみたいな、メンマだけでいいかなみたいな、そうそう、そういう感じいやでもアレンジングもそうなってますよね。そうちょっと、うんうんうん、なんかあのまあいつも通りなんだけれども、なんかいつもよりもなんかシンプルにやろうとしているような、そうなんです、イメージがなんか伝わってきましたけど、嬉しいです、うん、あ、そうなんで、そこを一番大事にしました今回。うわ、これはちょっと皆さん、ね、絶対ちょっとあの写真集がついてるんですけれども、ね、そうなんですよ、ね、そしてあの映像特典もついてます、うん、初回版ですよね、はい、あの何度も言いますけれども、初回版を逃しちゃダメ確かにねこれね、だからバカボンさんとラジオをやってた時代の私がその特典映像には入ってます。うわ、本当、そうなんです、22歳の頃の私の映像が、初めてツアーやった時の映像が入ってるんですよ。あ、俺これ見なきゃ、俺まだ見てないんですよ、見てください、見てください、音だけ聞いて写真集を見たんですけど、ショートカットで、もう本当に少年のような私がそこにはいます。そうですねいやちょっと驚いちゃいましたけれども、はいはい、あ、じゃあ、ここで曲に行きたいと思います、はい、じゃあ、 あの曲の紹介をお願いいたします、はい、それでは聞いてください、水木奈々でスーパーマン、お聞きいただきましたのは11月11日に11枚目のアルバムでございます。11月11日11枚目のアルバムですございますね、あのということで、はい、水木奈々さんの11枚目のアルバム、スマッシングアンセムズの中からスーパーマン聴いていただきました、うん、ね、はい、結構あのサウンド的にも絞り込んだサウンドで、スーパーマンも今聴いてたらわかると思いますけど、はい、うん、もうちょっとなんかこうガーって上り調子の時にはもうちょい派手だったよね。そうですね、これまでだともっと音の素材を入れました、音の素材を入れてもうちょっとこう弾けて、例えばあのいわゆるあの何、2番と3番の間みたいなところにドンとなんか入れてみたりとか、クッション的なサウンドコラージュみたいの入れたりとか、そういうのをしてましたけど、すっごくシンプルで直球に直球で、はい、そうなんですよ、素晴らしいです、ね、ありがとうございます。どうぞ、僕も一通り音を聞きましたが、はい、でもそういう感じのイメージを本当に受けたのでね、今までずっと来てきた人はなんかひょっとしたらね、うん、
ここへ来ておっと思うからかもしれないですけれども、はい、このシンプルな部分がいいんですよ。この一個一個の音聞いてみてください、ね、ちゃんとあの今の音を鳴らしてるし、はい、何よりも水木奈々のボーカルが、あの声が、うん、あの声の表現に皆さん注目していただけるようなサウンド作りっていうのを今回実は意識していて、やってるところですよね。そうなんです。今年初めにアコースティックライブを初めてやったんですけど、うん、はいはい、その時にこうシンプルな音で、うん、あのよりその伝える、うん、あの曲の個性がシンプルだからこそより立ってくるっていうのを感じて、はいはいはい、あ、こういう音作りをやってみたいって思ったんですよね。こう息継ぎのもうこのブレス音ですら表現の一つになるという、はい、はいはいはい、なるなるなる、それはすごい、そういうところを狙っていきたいなと思って、うん、でもちろん声だけじゃなくてそれぞれのメロディーラインというか楽器たちもすごくフィーチャーされるし、グイって立つっていうね。そうそう、それってすごく聞いててワクワクするなと思って、ね、うん、これちょっとさ、あの全力上げてさ、MTV のアンプラグドに出たらどうだ。ねえ、マジですか。そうですよ、アンプラグド出ましょうよ。か頑張りますね。いや出ちゃおうよ、出れるって。もう本当ですか。いや、いけると思いますよ、ぜひぜひ。ちょっと、はい、あのアンプラグド見たいわ。ねえ、あのいや、プラグドも大好きですけど、うん、水木奈々さんのね、はい、アンプラグドものはね、どん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 これからもやってほしいなと思いますね。これどうなんですか、このあのライブ情報ですけれども。第4弾座長公演決定ということで、まあ、すげえでかいとこでやりますけど、国立代々木競技場第一体育館座長公演ですよ。水木奈々大いに歌う4。これはこれね、おでね、また驚くのがね、はい、来年の1月の24日日曜日なんですけれども、はい、昼夜2回公演やるんですよ。毎回座長公演2回公演やっておりまして、はい、で第1回は新宿コマ劇場が閉館する前にやらせていただいたんです。あ、もう直前に、はい、ずっとやりたかったんで、はいはい、座長コマで、座長コマで、その時は3回公演やりました。あれお芝居やるでしょ。お芝居先にミニラあの歌謡ショーみたいなのをやって、時代劇をやりながら演歌を歌うっていう、やりましたよ、水木奈々さん、はい、あの下積み時代のあの盾とかが生きてますよ、これ。いろいろやりましたからね、イベントで。そうですよ、お芝居もやりましたね。そうそうそう、はい、僕たち何なら夫婦役やってますからね。そうそうそう、そうやりました。夫婦役やってます。懐かしいです。見てましたね。本当にね、知ってる人はまあ知ってると思いますけれどもね。はい、ぜひぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします。この、ま、内容は、まあ、まだちょっと C なんですけど、ね、もう今回も盛りだくさんに歌うし、時代劇で大いに舞います。盾もやるし、切りますごいです。これはぜひチェックです、はい、それで、嬉しい情報がちょっとありまして、はい、水木奈々ライブツアードキュメントブック発売決定でございます。はい、ありがとうございます。これは、歌手デビュー15周年記念出版ということで、はい、水木奈々さんのライブツアーのドキュメントブックが来年の、はい、2016年の春に発売予定でございますので、はい、これは去年のライブフライトというツアーから、あの今年のライブアドベンチャーというツアーまでをずっと密着してくださってて、普段やっぱり取材とかのライブレポートって表舞台の部分を写真ちょっとだけでご紹介という形で、やっぱりそのライブが作られるまでってやっぱりその裏の部分がありますからね、とても大きいじゃないですか。そこを皆さんに見ていただきたいということで、オフな部分というか、あのやっぱオンステージになる前の部分を、うん、もう写真たくさん撮っていただいて、じゃあ裏の楽屋とか、楽屋とかもずっと密着、リハの様子とか、リハもそうです、そっちの方が写真がとっても多くて、で、あのバンドメンバーさんだったり、うん、あの本当スタッフの皆さんにたくさんインタビューをしてまして、うん、その裏側っていうのがたくさん語られているので、普段は見られないところがたくさん、すごいね。これあの来年の春です、春発売予定なので、近くなったらぜひ情報チェックしてください、はい、とにかくニューアルバム11月11日に11枚目のアルバム出ます。スマッシングアンセムズ、これは初回版を手に入れなかったらお前たちずーっと損した気分になるぞ。そうだね、よろしくお願いします。ぜひ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 あのアルバムチェックです、はい、ね、今度の水曜日ですからね、は
はい、もう明日明後日ですからね。明後日です。はい、はい、手に入れていただきたいと思います。お願いします。さあ来ましたよ。ああ、何なのが来たのか。そう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 、はい、楽しみです、ね、あのデビュー歌手デビュー15周年の日にやるべきこと、はい、これラジオネーム向こうにねたくさんありますから、ちょっと一つ選んでください、はい、ラジオネームゆうたんたん牛たんたん15年前に流行ったファッションでライブをする。うわー、ちょっとそれ恥ずかしいやつじゃないですか。恥ずかしいやつですよ。そう、ライブ映像とか残ってたらそれ見て、それをこうこうレプリカ作って、それでライブ。メイクとかも眉毛太くしたりとかそうですよ。そうですよ。恥ずかしいな。白山のあじさいくん、カツカレーを作り配りまくる。あ、手作りカツカレーですね。それいいですね、うん、楽しそう。でも相当夜鍋して作るのに年込みたいね。作ってると。でもやるじゃないですか。そうですね、奈々さんやるじゃないですか。 やるとなったらね、ひたすらやる、ひたすら。そうです、はい、世田谷区の星空、これいいじゃないですか。12月6日にやること、もう15周年でね、うん、おめでとうということで、はい、ディレクターの三島さんに100万円をもらう。いいねー。ポケットマネーいいですね。ください。イエーイ。ロールケーク、12月6日にやってほしいこと、愛媛のみかん農園でライブ。あ、それいいですね。愛媛出身なんです。そうなんですよ。そうなんですね。愛媛出身なのでちょうど今から旬迎えますからね。そうですね。確かに先週の金曜日初出荷されたそうです。細かい情報知ってんな。そう、先週の蒲田の方の市場でものすごい高値がついております。細かい情報。今期のみかんは相当出来がいいんですよ、今期の。そう、意外とね、あのみかんだけはね、俺静岡だからライバルなんだよね。あ、そうライバルなんだ。今年のみかん愛媛すごいですから。高値ついてますから。高値。静岡のみかん状況知らねえ。負けましたね、確実に。ここで調べとくわね。さあ、あの向こうにたくさんありますので、あの一つ選んでいただきたいと思います。はい、これ軸読ませていただきます。じゃあ最後に、あの聞いてる皆さんにちょっとメッセージを。はい。はい、とにかく全力で作った11日に発売の11枚目のスマシンガンセムズをよろしくお願いします。聞いてください。これが本当に昔から変わらないんです。全力なんです。水木奈々。はい、何もかも全力なんです。なので今の言ったことに嘘はないです。はい、よろしくお願いします。お願いします。では最後にもう一曲お届けしましょう、はい、曲の紹介をお願いします。はい、聞いてください。水木奈々で Never Let Go。 というわけでございました、本日のスペシャルゲスト水木奈々さんに来ていただきました。来年来よう。はい、また絶対。わかりました。もうすぐ来ます。もう来ずに本当に、はい、というわけで水木奈々さんでした。はい、ありがとうございました。ナックパイプのナティレイリオショー、鬼玉月曜日バカボンに使った。はい、乃木坂46の斉藤優里でお聞きしました。まずは今夜の全てのメッセージの中から MVP に当たる日本メールオブザイヤー選びたいと思います。こちらにしました。ラジオネーム出っ歯が悩みからいただいた、コーヒーの黒さに毎回新鮮に黒っと驚く、これです。ね、これがいいんじゃないかなと思って。みくんには鬼玉シールゴールデンをプレゼントします。はい、でもう明日のこと先にやっちゃいますね。そうですね。明日は僕とかかしのキックンをお送りします。マルケツはいろんな場面でクイズの不正解のブーという音を鳴らしたい瞬間を考えよう。何を考えてるんですかね。いや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 、いいじゃないですか。ゲストは春菜ルナさんです、うん、さあ水木奈々さんにスタジオに入っていただきました。はい、再び戻ってまいりました。はい、でちょっとね、はい、今日のね、はい、ゲストついついでございますよ。はい、もうたくさんいただいたんですけど、うん、もうこれに決めました私。これやります。やります。やります。やりますって言っちゃっていいのかな。発表してください。はい、じゃあいきます。これラジオネームロールケークさんからいただいた、12月6日にやってほしいこと、お兄ちゃんと一緒に七玉を公開録音。やりたい。これやりたい。やりたい。おにたまシールダン。ロールケーキさんにはね、はい、本当におにたまシール差し上げますが、そう本当にね、ちょっとラジオとかやりたいです。やりたいですよね、本当に。うん、ちょっと三島さん。もうやるしかないですよこれ。うもうこれをね、そうそう、ね、12月6日にできなくてもどっかでなんか形にしたい、ね、そうですよ。15周年っていう記念だし、スペシャルなことやりたい。三島っちやろうよ。
はいって言ってます。もうずっとね、本当にあのデビューの頃から、はい、であのプロデューサーでというかディレクターで頑張って、はい、番組もねいろいろやらさせていただいておりますので、うん、そうですね、はい、あの多分実現すると思います。イエーイ、やったいいな。まあ、あのぜひナックファイブで、はい、よろしくお願いします。ナックファイブでよろしくお願いします。もうここら辺はちゃんと今のうちにちょっとちゃんと言っとかないと、はい、それであの水木奈々さんは昔からそうですけど、これ本当の話ですけど、嘘つかない人ですから、はい、あ、そうですよ。で、あの言ったら必ず実現させてやる人ですから、あの少々お待ちをお願いします。お楽しみにですね。そう、お楽しみにでございます。、はい、というわけでございまして、そろそろお別れでございます。はい、お相手は私バカボーニスカート、はい、乃木坂46の斉藤優里と水木奈々でした。はい、またぜひ本当にお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ来ていただきたいと思います。はい、お願いします。というわけでバイバーイ、バイバーイ。